さん、こんにちは。資源開発分野のたきょうです。私たちの研究室に興味を持っていただきありがとうございます。私たちの研究室では、生殖工学に関する研究を行っています。それでは私たちの研究について紹介いたします。精子の凍結保存では、精子の運動能が低下し、体外受精における受精率が低下するという問題があります。この問題に対して、私たちは、精子にシクロデキストリン、卵子に還元型グルタチオンを処理することによって、受精率を改善するという技術を開発しました。次の研究について紹介します。過剰排卵有機法という方法があり、この方法を用いて排卵を有機しています。現在の方法では、マウスに過剰排卵有機法を用いても20個ほどしか排卵されず、排卵数が少ないという課題がありました。そこで私たちは、排卵数を増加させるために化合物について研究を行い、インヒビン抗体を処理することによって、100個の排卵を起こすことに成功しました。これらの研究で示しております通り、私たちは生殖工学に薬学的知見から取り組み、研究を行っています。私たちの研究の目的としては、生殖工学に有用な化合物を見つけ、生殖工学の治療薬を見つけたいということに取り組んでおります。また、私たちは日本初のマウスバンクとしての活動も行っております。マウスバンクでは、病気の研究や治療法の開発に有用な遺伝子改変マウスの作成や、精子や受精卵の保管に私たちが開発した生殖工学技術を応用しております。現在、世界中にマウスバンクが設置されており、これまでに医薬品の研究に有用な6万系統の遺伝子改変マウスが保管されております。これらの施設においても、私たちが開発した生殖工学技術が利用されております。次に、私たちの研究室の大学院生についてお話しします。大学院生は、生殖工学に関する基礎的な技術を習得し、生殖工学研究に必要な観察法や解析法を身につけます。それによって、生殖工学の課題を解決する新規技術の開発に取り組んでもらっています。さらに研究成果を国内や海外の学会、学術雑誌に発表しております。また、生殖工学実習では、学生に生殖工学を指導し、さらに生殖工学研修会では、世界中の研究者や技術者に技術指導を行っています。資源開発分野の卒業生は、研究者や技術者となる方や、経営、シンクタンクのコンサルタント、医療従事者、県庁職員、教員、スポーツ指導員、様々なキャリアで活躍しております。私たちの研究室に興味を持った方は、私のウェブサイトやツイッターからご連絡ください。最後までご覧いただきありがとうございました。